議員から教えていただきましたが、残念なことにこの政治家が選挙戦戦っております。一件一件皆様が助けないサボの整理であったり、議員の皆様大変お騒がせしております。本日選挙戦6日目、そして私この整備学区の象徴的な場所でこの選挙戦この1週間に向けて、様々な準備をさせていただいてまいりました。人口減少により税収が減る、今のままの政策が通用しない時代がやってくる。そうなった時にしっかりと経営的視点を持って持続可能な市政運営というものを今のうちから考えていかねばならない。私は皆様の投票率だけは上がっていただきたい、そういうふうに思っております。そして、もし今私が話しました、私は福山市議会議員選挙に立候補しております原俊介でございました。ありがとうございました。